はい、そしてあと、まあ、クモンナのキス、そしてラカリオフォート、はい、まあ、その中からこう5分にまとめてみます。いや、すいません、よろしくお願いします。じゃあ、ね、はい、ご準備お願いします。さあ、それでは市村さんのミュージカルメドレーです。お願いします。ようこそ劇場へ。不可思議な戯れの世界へようこそ。嘘の花が咲き、可愛い笑顔で人を蹴落とす。あなたは入ってきた、このユニークな世界へ。役者は子供、人生をゲームに仕立てて演技する。ようこそ劇場へ、ショービジネスの国へ。名誉を目指して爪を研ぎなさい。金もできるけれど人も悪くなる。ようこそ劇場へ、さあ始めよう。昔から詩人は探し求めてきた、その言葉を求めて止まぬ美しさ、恋するときめき、なんと名付けようか。古くから詩は韻律や規則にかまけ、探しあぐねてきたのだ。その一言、愛とは何か一言で言える言葉、見つけたついに今、その言葉は六三。飾るの好きよ、飾るのは帽子の微妙な線。おかげで私仲間では最高なの。私一番うまく描けるベル、曲げるフェル、そして上り詰めたここへ入るまで。私いつもと、例えば取り寄せたのバレンシアガのスカーフ、詰めたのマネキンのバッグ。言われたは誰も見えないよ、鍛えたは私には見える。誰より信じ交渉したね、ダーリンド、バレンシアガなのよ。ありのままの私の姿を見て、この世界に一人だけ
それが私けなされても拍手を浴びても関係ない、誰のものでもない、誇り高く生きるだけ、そうよ私は私、ありのままさ言い訳はするものか、胸を張って引き受けるどんな賭けも、一度だけのこの人生、自分のカードは自分の手で幕、どんなカードが来てもいい、そうよ私は私よ。そして素晴らしいピアノの演奏、永山和子さんでございました。どうもありがとうございました。どうぞ、じゃあ市村さんまたお戻りください。生だからちょっと間違っちゃう。いや、ね、完璧じゃないところ見せるの大変なんだよ。いやなきゃわかんないね。いやでもあのお客様、はい、うっとりとですね見てらっしゃる。で水口さん、あの、はい、歌い始めた瞬間にね、空気がガラッとこう変わるっていうのは、うん、素晴らしいと思いませんでした。そうですね、やっぱりなんかこう劇場、まあ、ここ今劇場として、うんはい、劇場全体がこう一瞬にしてこうやっぱり変わるんですよね。なんか演じ始めた瞬間にこう、まあアプローズも、はい、シロナもクモンナも結構ね、何回もやってきた作品なんで、ミュージカル入ると不思議なんですけど、その音が鳴るとふっとその役に入っちゃうんですね。だから街を歩いてても、はい、コーラスラインのタッタカタッタカタって鳴るとね、すぐね、はい、その世界に入っちゃうっていうね、不思議なんですよね。喫茶店入っててもね、なんか時々このエビータの曲が流れてるとね、チェゲバラになっちゃったりとかね、それがなんか俳優と違うところなんですね、ミュージカル俳優っていうのは。音に反応しちゃうんですよ。で、ね、次の話もその表現ということで伺っていきたいと思うんですが、今おっしゃいましたミュージカルとそのセリフだけの芝居、これ表現方法って違いがあるもんですか？ミュージカルとセリフだけの？セリフだけの芝居、うん、はい、やっぱり音があるっていうのは、うん、音がどこかの世界に持ってってくれますよね。だから芝居だとやっぱり自分の中で持っていかなくちゃならない、うん、逆に言うと、音がやっぱ音楽ってやっぱ素晴らしいなと思うのは、言葉がなくてもその音楽だけでどっかの世界に持っていくじゃないですか、はいはい、で言葉ってやっぱり、言葉の中身を言わないと持っていけないですよ、うん、例えば、その辺がやっぱり僕はミュージカルとお芝居の違うところかなと思うんですよね。あ、うん、まあ、芝居で言うと芝居のセリフのテンポの中、相手役と の, そのやり取りの中で音楽的なリズムを作っていかなくちゃならないけども、やっぱりミュージカルって、まあ、音楽があるってことはね、うん、僕らにとっては非常に嬉しいことですね、楽しいことかな。水口さんはその表現の方法ということで言うと、はい、先ほどねオープニングでもその言葉がなくてっていう話がありましたよね。僕はだからないものねだりで、言葉がやっぱり欲しいんですね、うん、で音楽逆に言えば明確なメッセージはないわけじゃないですか、うん、本当に僕がこんだけな音楽にこれだけの気持ちを込めてこれを言いたいと言ってもやはりそれが伝わっていかない、うん、でも例えば言葉一つにしても好きって言われる、例えば僕から好きって言われるのと嫌いな女性から好きって言われる、その全然違いますよね、その同じ言葉にしても。でやっぱりそれっていろんなものにも通じるもんだと思ってて、まあ言葉がなくても言葉があっても結局伝えたいものっていうのは最終的には同じなのかなとも思うんですね。そうね、今言葉の話をしたけども、
あのお芝居でも言葉があんまり分かりすぎるとね、いや分かんないよりは分かってもいいんですよ、うん、だけども言葉が伝えるんじゃないのね、お芝居を。言葉の裏にある気持ちがお客さんに伝わるのね。でもだから劇場っていうのは面白いなと思うのは、あの言葉だけが聞こえてたらば誰でもできるんですよ、はいはい、例えば、ね、ハムレットというセリフを A さんと B さんと C さんと D さんがやった時に、言葉だけが聞こえるんだったらみんなできるんですよ。ところが A さんのこの心の中にあるイマジネーション、はい、想像力、B さんの想像力、C さんの想像力は全部違うんですね、うん、とそれが違うことによって同じセリフが違った風に聞こえてくる、うん、だから僕道具だと思うんですね、うん、やっぱり、うん、あの、うん、伝えていく音楽もあの、まあ、魂が、うん、あの心が伝わっていくと思えば、うん、その音楽っていう媒体に乗っているだけであって、うん、言葉も多分、うん、その道具でその言葉の上にその心を乗っけて皆さんにこう伝えるっていう、だから皆さんが本当に感じているものは、うん、その言葉のやっぱり先ほど言ってます、うん、裏側、うん、でステージっていうのはそれが本当によく見えてしまう場所だと僕は思うんですね、うん、だ音楽の方もさっき言葉が欲しいっていうふうに言ったけども、逆に言うとこう弾いてる時にあの言葉がなくてもお客さんってのはすごく素敵なんですね、想像力を持って劇場に行くんですよ、うん、想像力、人間の素晴らしいところですね、そうですね、はい、想像力があるから言葉がなくてもその中に悲しみだったり運命的なものであったりとかってね、そういうのを感じていく、だからねあの僕らのこういう職業が成り立ってるっていうのは、想像力もお客さんのいればいるだけの人数の想像力があるわけですから、そこがこうやっぱり共鳴していくっていうかね、でそういう、まあ、ご努力をしてそのお客様が想像力を働かせて、うん、っていう中でね、こうお二人のこう思いがお客さんに伝わった時の喜びっていうのはやはり相当甘いね、大きい甘いんですか、あのね伝わった時なんて思うのが傲慢、あそれがさっきから言ってるね、千人から千通りあるんですよね、だから誰かはいいなと思うかもしれない、でも誰かは、ああなんか嫌だね、はい、ね、まあ、もう本当にだから思った通りに伝わったなんと思っちゃうのはいけないのよだって前の晩遅くってさ、ああいい音楽聴いてて、あ眠っちゃったなんてあるわけでしょあ、まあ、あるかもしれませんね、ね、だから伝わったじゃないんだよ、うまくこっちが生きれたかなっていうことの方がなんか、うん、引っかかりどころとしてはね、言い方が良くない、あの例えばだからなんか今日やられてますね、あの、うん、お客さんとつまりだから心が何か響き合う瞬間っていうのはね、僕あるんじゃないかと思うんです、やっぱりステージにいる方というのは、うん、それはね、僕は感じるのは劇場の壁が鳴ってくるんですよ、壁が劇場のね壁がお客さんのこの、まあ、僕らたちが舞台のでやったことに関してお客さんの気持ちがこう動かされますよね、はいはい、笑ったり泣いたり悲しんだりって、それがねこう線にいたらねむわーってこうね出てくるんですよ、それが劇場にこう壁にこうね響くんですよ、その劇場に響いたものを僕は舞台ので感じることができるんです、それ壁が鳴るっていう、なるんです、ガン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 って言うんじゃないですか、わかりますけど、はあ、うん、そういう感覚って水口さん演奏なさってて、うん、まあ、いや、あの今言葉で聞いてて、うん、あ、この言葉使わせていただいていいですか、いただいちゃいました私は、うん、本当に、あのそういう感じです、ありますよね、はい、何感心してんの、いやいや壁鳴らさないとやっぱりここの、鳴ったことないですよ、手叩くんじゃないんですよねそうか、なんか感心してますね、はい、この司会者、いやいや、やっぱりあのステージにお立ちになる先輩を2人を前にしてですね、うん、今日は本当に勉強することばっかりですよ、よかったね、うん、役者になる、いや、いやなかなか簡単になれないと、あの、うん、これからもしねその舞台に立とうという人間になんかこうアドバイスかなんかあったら嬉しいなと思うんですけど、あのねやっぱり何でも興味を持つことかな、やっぱりそうです ね、あとはやっ、うん、まずやってみる、うんうんうん、ことですね、やっぱり始めないと
しょうがない、そう、何もともね、考えてるだけじゃ何も始まりませんから。そしたらまあ自分はイケてるなと思わないけどねそうです、いいですよ皆さん、謙虚に人間はね、はい、ということでございますけどね、さあそういうわけでございまして、うん、でもそうやって お客さんとのここの響き合いというのをね、ぜひ、うん、今日来てるお客さんもそうでしょうし、テレビを見てる方も感じたいんじゃないかと、はい、うん、私たちのセッションで、ね、こうお二人のセッションの中でね、はい、そこでも最後にお願いしたいんですけれども、うん、最後にお二人は今日は何をしてくださいますか。ね、僕がまあちょっと言ったんですけど、シェイクスピアって音楽があまりないものですから、うん、ね、それをこうセッションでちょっと私がやっぱり即興で弾きながら、はい、こう感じ合うもので何か作ってみたいなと。そうね、はい、ではハムレット、はい、はい、ぜひ、はいはい、ではお二人でよろしくお願いいたします、はい、ということでございまして、どんな心の響き合いになるのでしょうか、シェイクスピア、ハムレットのあの有名な場面からご覧いただきましょう。どうぞ。生きてとどまるか、消えてなくなるか、それが問題だ。どちらが大しい態度だろう。闇雲な運命の矢玉を心の内でひたすら耐え忍ぶか、観難の海に刃を向け、それにとどめを刺すか。死ぬ、眠る、それだけのことだ。眠れば心の痛みにも肉体が受け継ぐ無数の苦しみにもけりがつく。それこそ願ってもない結末だ。死ぬ、眠る、眠ればきっと夢を見る。そう、厄介なのはそこだ。人生のしがらみを振り捨てても、死という眠りの中でどんな夢を見るかは分からない。だから二の足を踏まずにはいられない。それを考えるから辛い人生を長引かせてしまう。でなければ世間が鞭打つあざけを一体誰が耐えるだろう。権力者の迫害や尊大なものの傲慢無礼、報われない恋の苦しみ、裁判の遅れ、威張り散らす役人、優れた人物が耐え忍ぶクズどもの蔑み、探検で一月、我と我が手で全てが生産できるというのに。苦労ばかりの人生の重荷を歯を食いしばる